ります。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。何分喋るんですか。次の調理が6時ですので、5時半まででしたら。30分もあります。片付けも10分くらい必要なので。じゃあ20分にしましょうか。はい、よろしくお願いします。1時間でも喋りますけど、じゃあ20分にします。はい、だから5分、3分前になったら合図ください。わかりました。お待たせしました。本当に今日はありがとうございました。やっぱね、これ沖縄、もちろんもう今ご覧になった通り沖縄を舞台にした映画ですけれども、ここ北海道、さっきもお話ししましたけれども、どこの映画館もやっぱり遠い南の沖縄の話だから、北海道の人たちが興味持ってくれないからうちは上映できないんですって、ほとんどの映画館の方がおっしゃって、でそれを本当こちらで、ね、サリサリ劇場市場さんでやっていただいて、でも今皆さん見ていただいて分かると思いますけど、沖縄や南の島の話じゃないんですよね。日本の話なんですよね。でもなんでそんな風に、まあ、場所的には確かに遠い沖縄の話ですけど、なんでそんな風に思ってしまったかだっていうと、今映画の中でも、ね、何度も説明した通りに、やっぱりそれを知ってほしくない人たちがいるんですよね。これは遠いね、南の国の話なんだからわしらには関係ないよっていう、そういう印象作りや、情報操作っていうのは行われていて、多くの人が知らないうちに、ね、沖縄の方が気の毒だけど仕方ないよね、おまけに遠い町の、ね、島の話だしと思ってしまう、あるいはこういうふうな言い方もしますよね。いや、沖縄の方が気の毒なのはよくわかってるけれども、でもね、中国も、ね、そこはやっぱりややこしいし、いろいろ問題あるから、ね、いつ攻めてくるかわかんないし、まあ、そのためには沖縄の人大変だけど、やっぱりアメリカさんにいてもらわなきゃなというのもよく聞きますよね。でも今映画見ていただいたら分かります通りに、そんなことはないんです。でズケランさんっていう元、市長だった方ね、鳩山さんとも、もう側近でもあり、大の仲良しでもある院さんが言ってましたよね、中国のそういう高官と会って話しても、俺たちね、沖縄攻めようとかどこしようとか思ってないんだよ、もう生に本当に、彼が中国の人たちと噂とかではなく言っていたっていう、それそっちが本当なんじゃないかな、もっと考えれば分かりますけど、例えば沖縄この撮影中、僕も結局、3、4回この撮影に行ったんですけど、それ以前にドキュメンタリー沖縄戦っていう沖縄戦を、モデルというか、題材にした映画で、もう6年ぐらい沖縄通ってるんですね。で行くと、まあコロナが間に挟まりましたけど、その前後っていうのはすっごい外国からたくさんの人が来てるんですよ。沖縄は日本人より多いんですよ。一番多いのは中国なんです。なんで中国の人がこんな来ても、だって右も左も中国語がもう飛び交ってるわけなんですよね。で中国の人たちってね、日本のお寿司とか好きで、ラーメンも好きなんですよ。だからきっとね、北海道にもたくさん中国から来てると思うんですけれども、ね、もともとラーメンって中国のもんですけど、日本風のジャパニーズラーメンがね、やっぱうちらのと違って美味しいしっていうので、ね、大人気なんですよ。そんな人たちが沖縄にもうたくさん来ている。だったらその人たちは沖縄を占領して自分たちのものにして、でラーメンタダで食べようとしてるなんてことはありえないですよね。そんなことしなくても普通に飛行機で来て沖縄でラーメン食べて美味しいお寿司食べて帰ればいいわけで、なんで占領しなきゃいけないの、なんで破壊しなきゃいけないのって考えると、いやその話もやっぱりなんだか違うんじゃないかなっていう。じゃあなんで中国が攻めてくるぞ、狼が攻めてくるぞみたいな、まさに狼が来るぞっていう話、昔の有名な話ありますよね。本当に大きな狼が来ないんですよ。でもそういうことで、まあそれは嘘つき少年の話でしたけど、そういうふうにして脅しておいて、いやだから武器が必要だ、基地が必要だっていうふうなことを僕らはずっと思わされてきただけで、僕も実はそう思ってました。でもこう今回の映画で沖縄の方々も、それもね、元沖縄タイムスや琉球新報という超一流の沖縄の2大紙の2つですよね。それから、ズケランさんはじめ鳩山由紀夫さんとか、もうそういう政府やそういう、
政界で働いているもうトップで最前線で働いている方々で、あと沖縄のそういう、先生方とか聞いてみた時にね、なるほどそういうことかと思って、つまり僕らがほとんど日本人が思っているように中国が攻めてくる、だから守らなきゃ、だから沖縄の人かわいそうだけどではなく、この映画の中でもいろんな方が語ってますけれども、沖縄から、米軍がいなくなってしまうと困る日本人がいるんだなっていうのがこの映画を撮って分かってきました。誰それどういうことなのって考えた時、それもいろんな方がお話で聞いていくと、ああなるほどなって、だ米軍いてほしいわけないんですよ、沖縄の人たちみんな困ってるんですよ、もうね、なんか落ちてくる飛行機があったり、オスプレイマンの役に立たないもの、映画の中でも復活してますけれども、何のプラスもない。おまけに米軍も実はアメリカに、沖縄にいたくないんですよ、その話もしてますよね。つまり中国が今もう核ミサイルを持ってるわけです。で昔それをドーンと例えばアメリカに届くから、もし戦争するとした時にまず沖縄を占領して、それから今度本土を占領して、それから、アメリカがしなくてもボタン一つでアメリカが攻撃できるんですよ。そんな面倒くさいことするわけないじゃないですか。そう考えたら、たとえ中国がそういうふうな怖いことを考えてたとしても、日本スルーして飛んでけばいいわけですから、そうするとますます攻めてくることはないっていう、もうね、空の上でこう戦争してやればいいわけだし、でそれがもしもあったとしたら、今度アメリカ側からした時に沖縄に基地を置いといても、ミサイル一発でも沖縄全滅するだけの、当然アメリカに攻撃できる核ミサイルがあるということは、こう沖縄だって破壊してできるわけですよね、うん、そうした時にその沖縄に米軍がいたら、ね、アメリカ人って日本人いくら死んでも平気ですけど、やっぱり同胞アメリカ人がやっぱり自分たちの兄弟や、ね、親やあの家族がやっぱ傷つくのは彼らはすごいやっぱり恐れるし止めようとしますよね。そうした時に沖縄にマイダディ置いておくとやっぱまずいよなっていう、だったらもうちょっと遠くにしようとか、本国へ返そうとするのがアメリカ人の考え、もう自分らとして考えてないですからっていう風になってくる。そしたらますます沖縄の基地はいらないってことなんです。もうどこから見てもいらないんですよ。でアメリカも痛くないし、ここにいても中国を止められないした時に、この映画の中で言ってましたけれども、アメリカさん帰らんといて、もうちょっとゆっくりしときや、今お茶漬け用意してるからという京都の人のようなことを言ってる日本人がいるってことなんだなっていうのが、僕もね全く知らなかった。こう取材をしていて、いろんな話を、人の話をね、この、情報通の話で人の話を聞いた時に、ああそういうことか、ああこれ結局アメリカさんを引き止めているね、お茶漬け食べてほしい人がいるんだっていうことで置いてるだけで、でそのことで、辺野古の基地辺野古が基地、映画の中で言わなかったかもしれないですけど、2兆5000億円かかるんです。あ、言ってますね、確かに、前泊先生がさ、ね、どんどん高くなってきてっていうところを言ってますよね。2兆5000億円ですよ。それでアメリカさんの基地作ってるんですよ。これ他の日本の国民のために使ったらどれだけいいことができるかっていう。でもそれ、例えばこれが沖縄さんじゃないや、アメリカさんが、フィリピンに移転しますっていう説もあったんですね。行ったらそのお金、日本人の、ね、皆さんの払った税金からのお金ですか、2兆5000億円が、結局その工事する人たちに入らないわけですよね、フィリピンの会社が、フィリピンでそれを賄ってやるわけですよね。そうすると2兆5000億円、それポッキーに入れたかったのにアメリカさん帰ってしまったからどないしようっていうことになってしまう。だから鳩山さんに、最低でも県外、まあ映画の中でも最低県外じゃなくて、県外じゃなくて外国に彼を持っていこうとしてたんですよ。日本人で沖縄の人だけじゃない、どこの県の人、日本人がもうこの基地のね、なんかそういう危ないことで大変なことをするはいけない、だからこれは海外に移そうと実は彼は考えてたんですよ。でこのインタビュー僕がもちろんしてるんですけれども、もう真剣にそういうふうに考えたけれども、いやーそんな外持っていかれた2兆5000億円わしらの手に入らへんやんかっていう人たちがいる。したらあの人ね、あの総理、今の総理、あの人ちょっと変わってまんねんとかって言って、まあなんで関西で出てるか分かんないですけどね、もうなんかあの人ね、宇宙人って呼ばれてまんねんって、おまけにお坊ちゃんでね、ハトポップ言われてまんねんね、信じたらきませんよとかいうことを言って、結局あの時の世論で、
もう嘘つきとかもうなんか信用できないとかって言って、で今今というかこの映画の中で鳩山さんが話してた、テレビや新聞でご覧になった方います？テレビや新聞は一切あれをね、うん、伝えてないんですよ。あの人は鳩ポッポだから、お坊ちゃまだから、もうね最低でも県外って行きながらできなかったんだよ、ダメな人だねみたいなことしか言わなかったですよね。グルなんですよ皆さん。でそうやって外へ持っていない、つまりゼネコンの人たちが儲かる大きな仕事を、政府もそれを守りで、もうトップにいる鳩山さんをまあ今引きずり下ろしてというまあ利権があったわけなんですね。なるほどなぁ、僕も全く知らなかった。でも皆さんの話ね、この出演者の皆さん量子技の話を聞いてみると、もうそうとしか思えないっていう、実はそれが沖縄問題の実態で、アメリカさんがわしら出ていかへんでって、まあ、アメリカさん関西弁で喋るかどうか知らないですよ、行かへんでって、もうちょっと金出しは出しなはれやとか言ってるではないんですよ。こっちの京都の人じゃないですよ、行かんといてアメリカさんって言ってる人たちがいて、それはやっぱ政治家、まあ、政治家全部とは言いません、一部の政治家や官僚や企業が手を組んでそうして、で国民の皆様にはいやアメリカさんに座ってかなわへんわ、なんであの人ら出ていかへんの、ほんま迷惑やねって言ってるっていうことです。だからこの昔言ってたんですね、面白いって面白くないんですけど、話としてこの映画は、公開する普通新聞やテレビや、いろんなところがネットやなんかがこういう役本でありますよ、こういう内容ですよって紹介してくれる、どんな映画でも、うん、一切紹介してもらえなかったんですよ。でこの前に作った僕のドキュメンタリー沖縄戦っていう映画、これはねあの Amazon プライムでも今、有料で見られますし、ビデオとか、ビデオ出てない DVD とか出てますし、これも多くの方が見てくれた。その時にマスコミ取材は50社以上あったんですよ。もうなんとか新聞からなんとか新聞から A 新聞から B 新聞から、もうそれこそ、政府寄りの、読売だから Y 新聞とかいうのがあってみんなね書いてくれて、いや沖縄こんなひどいことがあったんだ、みんな考えなきゃいけないよとかっていうのですごい記事で、テレビでもね、なんとか放送がね、あの大阪のキー局があの30分の特集やってくれてすごかったんですよ。で今回ゼロですよ。っていうのは今日皆さんに見てもらった内容を、いやあれ知られたらやっぱ困るわわしら、いやいや先生から怒られるわ私ら、こんなん放送できへん、伝えたかなかったことにしようかっていうふうなことだったと思うんですよ。極端でしょ、50社以上ですよ。だって僕ねその時に1日10人取材受けたんですよ、新聞テレビ雑誌とかって1時間ずつなんですよ。いうのその時 のコーディネーターというか宣伝担当したね、あの大阪のおばちゃんだったんですけど、いや太田さんよう喋るから1人1時間ぐらいこう10人ぐらい行けるやろとか言われて、もう死亡遊戯ブルースリーの1人とかあちょちょちょと戦って倒したら次上がってったらまた次の敵が待ってるんだ、そこまであちょちょちょと倒したらまた次の敵が待ってるっていうのが死亡遊戯って昔のブルースリーの有名な映画です。それみたい、1人の記者さんに、いやこれはですね実はこのこういうテーマがありまして沖縄戦終わってって、はい以上です、はい次の方、あどうも始めました太田食べてね、10時間、2日間ですよ。でもそのぐらいに、もうすごいしっきりしてやったんですけど、そのぐらいに多くのマスコミの方々が興味を持って取材に来てくれたんですよ。それでも本当大変だったんだけど、よし今回もと思ったらゼロ。ネットの人は来てくれましたけどね。でもね、時間帯でご調子に乗ってスーッといつでも喋ってるんで、あと5分ですね。でもね、そんな中で本当、まあ笑う話じゃない、これ悲しい話ですから。でもその中でそれでもこの映画ヒットしたんですよ、うん、でそれこそ、まあ、北海道こちらがやってくれましたし、本州はあの東京大阪名古屋から、あ名古屋はまたこれからですけど、四国、それから、九州、それからもちろん沖縄、全国で30館でやってくれてるんですよ、うん、やっぱ映画館ってすごいと思うんですよね。そんなもうなんかそういう人たちがあのマスコミも扱えない、こんなのやばい、こんなの扱ってやばいことになるし、あとで先生に怒られるからやめとこうかとかって言ってるのに、うん、映画館はやります、うちやります、うん、こちらもそのね一つですよね、うん、やります、これは見せた方がいいです、みんなで見た方がいいです、うん、沖縄だけの問題じゃないんですかって、うん、映画館のね支配人さんってねやっぱ思いのある方が多いんですよ。もうこちらももちろんそうですけれども、そういう方々が手を挙げてくれて、でお客さんがねすっごい来て、もう東京は1ヶ月でやりましたし、うん、それから、東京 沖縄はまた別の映画館で今やってますし、うん、本当に1ヶ月とかって普通2週間で終わっちゃうんですよね、ミニシアターだけって。それが1ヶ月やってくれたら何回もあって、何千人っていう人たちが見てくれてるんですよ。っていうのはやっぱり、うん、
皆さん、多くの皆さん、もう今日来てくださって皆さんも含めて、やっぱりテレビって信用できないな、なんかよくわからないけど本当にそうなの、新聞もなんだか違うんじゃないかっていうことね、きっとね、政治家の人たちってね、一般庶民がバカだからね、もうすぐ騙せるんだと思ってるかもしれないですけど、やっぱりね、一般の人たちってなんか感じてこれは違うんじゃないかっていう、だからなんか、あ、でもこんな映画がある、え、沖縄協奏曲っていう、あ、沖縄のことやってるってなんかいいらしいなと思って見に来たら、なるほどね、なんか私引っかかってたの、これで全部謎を解けたわっておっしゃってくれたね、おばさま方もたくさんいたんですけれども、多分皆さんもそうだと思うんですよね。あ、そうか、なんかいろいろ聞かれたら繋げていくとこうなるんだっていう、ってことはテレビも新聞も本当のことを言ってない、でも彼らが悪人とかね、ひどいとかいうことじゃないんですよ。やっぱりスポンサー、彼らにお金を出してるスポンサー、 CM やってる人たちが関わってるやっぱり仕事なんですよね。だからやっぱりちょっとね、そこの社長のところのやっぱりあれはやっぱ言えないよなみたいなあるっていうことで言えなくなるっていう、決してね、共犯とかいうことではないと思うんです、うん、だから、原発の事故が起こるまでそんな話しなかったですし、いろんなね、アメリカの事件とか、ね、アメリカの有名なちょっとややこしい大統領の話とか、もう悪いことしか言わないですよね。でも実はアメリカですごい人気あるんですね、今もう次多分再選されますよね。でもあいつを悪くしなきゃいけないような、そういう理由があった時にそれをやっぱり忖度しちゃうんですよ、日本のマスコミはっていう、まあ、そうしないと自分たちが生き残れないというのもありますけれども、でもそういうことも皆さんやっぱりなんとなく感じてきて、やっぱ全部はやっぱ信じていけないなっていう時に、いろんな情報を取って見ていかないと、これからの新しい時代っていうのは生きていけないし、子供たちにね、大人として親として伝えることができない、そうした時にテレビが言ってたから、国が言ってたからじゃない、自分たちの目で現実を見て何が正しいか、どこに向かおうとしているかっていうことをやっぱり知りたいと思われたので今日来てくださったと思うんです。だから僕は決してね、日本悪い方向には進んでないと思うんです。だってこの映画は本当多くの方が見てくれて、マスコミが宣伝していない。でもまあね、映画にも出てくれましたけれど、山本太郎さんとか、それから東千鶴さんとか、そういう心ある著名人たちがね、みんなツイッターでね、この映画見て、これはいいから見た方がいいよとか、やっぱこういうことが大事だって、それで知った人もたくさんいるんですよ。だから、あ、やっぱりこの国はまだ捨てたもんじゃないな、思いのある人たちがいるな、そしてその思いを受け止めて来てくださった思いのある今日のお客様、皆さんいらっしゃる。だから本当今日ね、北海道まで来て、皆さんと直接会ってお話できたのが本当にありがたいです。で、まあ、そういうことをこう伝えていくことで、考えていくことで、なんかきっとまた新しい展開があるし、いろんなことがやっぱりね、子どもたちにも伝えていけるんじゃないかなっていうふうに、毎回僕は舞台挨拶させてもらうたびに、何かこうお客さんから希望をもらったような気がしています。あ、ちょっと早かったですけれども、大体いつもオーバーするんですけれども、そういうことで、そういうふうなふうに見て、あとパンフレット見ていただくと、あれ途中で言ったなんとか条約ってなんだっけかなって、この全部詳しく書いてあるんで、おさらいできて誰かが話すときに、そうそう、これこれこれ、ここの人、このおじさんが言ってた、これがね、いい話だったのとか言いやすいように作ってありますのでね、ぜひ手に取っていただければと思います。で、あと、まあ、こういう話、僕フェイスブックもブログもそれから YouTube もやってますので、こんなこと話してますし、あ、もう本当に鳩山幸男さんとの話とかもいろいろしたかったんですけれども、それもブログとかでして、あ、今日朝出した再放送がね、鳩山さんの、ちょっと笑える話なんかもあるし、とってもお茶目な方なんです実はね、っていうね、本当に素敵な方だったので、その話もしてますので、またそれも見ていただければと思います。短い時間でしたけれども、本当に皆さん来てくれてありがとうございました。失礼します。ご利用の方はお申し付けください。